地域に貢献できてお客様に感謝してもらえることがやりがいです。私は運転することがとても好きなので運送業をやりたいと思ってました。主な仕事は南三陸町内や石巻の方の配達や集荷をしています。ペレットを納品したり液費を運んだりもしています。配送から戻ってきた時に声を掛け合ったりする習慣があって、仕事の報告をして冗談交えながら雑談したりしてます。すごく会社の雰囲気はいいです。配達した時に感謝されることが多くて、どうもね助かったよとか言われると、地域にちょっとでも貢献できてるのかなって思えて、帰りの運転中に嬉しい気持ちになります。荷物を届け笑顔をもらう、これが私の仕事です。